2011年ポルトガル GP、アレックス・デ・アンジェリスは、イタリア・リミに生まれ、サンマリの国籍のオートバイレーサー。1999年にロードレース世界選手権 125cc クラス、第11戦イモラ GP へのワイルドカード参戦で、GP デビュー。翌2000年から、フル参戦を開始。実質デビューシーズンのベストリザルトは6位が2回だった。 4年間 125cc クラスにフル参戦し、2003年には6度の表彰台を経験、未勝利ながら、ダニペドロサに次ぐシリーズ2位を獲得した。2004年からは 250cc クラスにステップアップし、2度の表彰台でシリーズ5位となった。翌2005年は4度の表彰台でシリーズ7位、飛躍の年となった2006年は最終戦バレンシア GP で、 初優勝を遂げ、シリーズ3位を獲得した。翌2007年には4戦連続の2位を含む8度の表彰台で235ポイントを獲得、またもシリーズ3位となった。ドイツ GP では2002年から2007年まで6年連続で表彰台に立っている。2008年に最高峰、モートジッピークラスにサンカルログレシーニホンダチームからデビュー。 第6戦イタリア GP では、ウォームアップセッションでファステストを記録し、決勝では4位でフィニッシュ。第10戦ドイツ GP でも4位になるなど、18戦中13戦、完走、11戦でポイントを獲得する安定した走りで、ルーキーイヤーを得た。2009年も、同チームで戦い、第10戦インディアナポリス GP でクラス初の2位、表彰台を獲得するなどの活躍を見せ、 シリーズ8位の成績を残した。2010年は、モートジッピークラスのシートを見つけることができず、シーズン当初は 250cc クラス後継の元2クラスに、チームスコットから参戦した。シーズン中盤の、第8戦ドイツ GP から第10戦ドイツ GP に、かけては、モートジッピークラスに復帰し、インターウェッテンホンダチームで、負傷欠場中の青山博和の代役を務めた。 その後は、スコット元にに戻るはずだったがチームは解散し、一時的にシートを失ってしまった。第12戦地元サンマリの GP からは、ジアーのシートを獲得し、残りシーズン7レースに参戦することになった。ところが、サンマリの GP で、富沢や成の後くらいで追走中、転倒した富沢に絡む事故に巻き込まれてしまう。しかし、 第16戦オーストラリア GP では自身グランプリ2勝目を果たし使用していた車体のメーカーであるチームソニックレーシングと共に元にクラス初勝利を飾った。なお、この時の2位だったスコット・レディングも3割の GP で富澤の事故に関わっていたため話し合いによりシャンパンファイトは自粛している。2011年シーズンもジアーチームから引き続き元にに参戦する。 ありがとうございます。